前なんか今悩んでるらしいじゃん。悩みというかさ、なんかまあ俺のさ、まあ後輩のオンのさ、バイク乗ってるわけよ。借りてんだよね。そう、まあチャリと今一旦交換してんの。ビッグスな。ビッグスクーターと俺のチャリンコで交換してんだけど、まあクソなわけよ。楽だけど。まあ俺もたまに乗るけどさ、ブレーキ効かねえよなあれ。ブレーキあんまり、まあ、効き悪いよ、ね、直すとかいいんちゃう。いやこれ超絶妙なのが、俺のビッグスクーターじゃないっていうところ。なるほどね。でもさ、死ぬよりマシじゃね。死ぬよりマシか。あとさ、左のブレーキも結構効きにくくない？左はもうなんかタイヤにずっとブレーキが吸ってる音がするの。直した方がいいんじゃない？するするシューって。だからあれもう1ミリ以下ってことだよ、ブレーキパッドが。直した方がいいんじゃない？ディスクいっちゃうか。ディスクいっちゃう、直した方がいいかも。直した方がいいんじゃない？でも俺のじゃないよな。でもさ、死ぬよりマシじゃない？まあね。死ぬよりはね。あとさ、サイドミラーもさ、短くない？ちょっとあれなんか規定ギリギリのサイドミラーだあれさ、左が見えないんだけど、あんまり見えにくいんだけど、まあ、見えにくいな。変えたら、あれ変えた方がいいかも。あれに関しては変えてあれないよ。変えてもあれ、やっぱもう一回新しいのした方がいいんじゃない？まあね、左のミラーでもね、俺のじゃないよなあれ。でも死ぬよりマシじゃない？死ぬよりマシだけどな。これ何より何が嫌だかっていうと、修理出すのが死ぬより面倒くさいの。なるほどね、ちょっと多いしな、バイクや。ちょっと距離あるし。でもさ、死ぬよりマシじゃない？死ぬよりはな。タイヤも変えた方がいいぞ。タイヤな、タイヤの俺変えたけど自分の、意外と安かったぞ。なんかタイヤ高いイメージあるじゃん、でも前後でなんかめっちゃいいの入れたんだけど、めっちゃいいのかかんだけど、ミシュランで前後で5万円ぐらい。5万。そう、でもそんなにじゃない。5万円車だったら超高いじゃん。車だと1本多分5万で4本。給付金の半分やで、お前。そうだけどさ、死ぬよりマシやん。まあな、排水効率とか滑んないし。まあな、で直した方がいいよ。え、じゃあさ、お前直してよ。なるほどね。俺が死ぬよりマシじゃない？確かに。あれあれ、そうだ、そうかも。あれ、俺が死ぬよりお前5万払った方が早くない？早い。あれカウンターあったっけ？いやさ、今ちゃん直してよ。なんてよ。俺が死ぬよりマシだね。マシじゃない。確かに。もう最悪割り勘。最悪ね。最悪。どう？そのパターンか。最悪3割。3割。俺とジローと今ちゃん3人で割る。お前はいいんだもん。お前はもういいんだ。最悪ね。だって死ぬよりマシだもん、人が。確かに、死ぬとこ見たくないだろ。あのまま、あのバイク不具合が続いたまま、ちょっとなんか止まりにくいとか、そういうのを見過ごしてた結果が、人命を奪う可能性だとあるよ。あるよな。それはか、踏み高そこに対してどう思う？どう思う？まあ、3人で直した方がいいと思うよ、ちゃんと。だってじゃあさ、お前も一緒に直してくれる？いやでも死ぬよりマシじゃない？もう最悪、4
わりね、じゃあ。で、1人、まあな。1人2万あれば、うん、全部治るよ。全部治る。全部治る。なんと。治るな。死ぬよりマシだもんな。うん、まあな。嫌だもんな。嫌だもん、人が死ぬの。嫌だよな。絶対に嫌だ。じゃあさ、無許君にも相談してる。いや、まあ可能性あるよ。確かに5割ね、最悪、うん、最悪5割。いや、ラブカーにも相談してる。ラブカーもいるから6割、6割と持ち主の恩もいるから恩が7割。恩は本当に金ない。あ、恩は本当に金がない。でもな、死ぬよりもないもんな。まあね、絶対に7人で割ろう。ミッチーも入れて8人にしよう。8人で割りな。で、1人5000円ぐらいで治るわ。うん、5000円だとタイヤしか無理だから、1人1万円やな。1万円あったら全部治るか。うん、死ぬよりマシだもんな。死ぬよりはね。まあ一番得してるのオンだけどな。まああいつ持ち主だもんな。でもあいつ貸し出してる人が死ぬよりマシだもんな。まあね、うん、そっか、じゃあ1万円。最高の、最強の言葉かも。死ぬよりマシじゃねって。おごってよりすごい言葉。すごいかも。特にあの車とかに関係に関しては、うん、全部言える。あのレンタカーでたまに保険入るか入んないかある。あ、プラス2000円ぐらいの差のやつ。入った方がいいよなっつって、いや、いや別に良くないっていうやついるじゃん。うん、死ぬよりマシじゃない。絶対入る。まあな、まあ、死んでから保険が入ってくるだけ。いや、まあそうだけど、いや、まあ事故とか、まあね、確かに死ぬよりマシじゃないって。ああ、じゃあそういうことになったな。そっか、1人1万円だよ。そうなりました。みんなでビッグスクーター。そう。